はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、久々にまた外でございます。はい。どこにね、いるかっていうと、クイーンズのね、北の一番西側にあるね、アストリアパークっていうね、公園に来ております。はい。でね、ここでね、何をするかっていうとね、特にね、何をするわけでもなくね、雑談でございます。はい。というのもね、このチャンネルね、1年経ちました。はい、1周年でございます。はい。長かったね、短かったね、どっちでしょうかね。まあね、1年間やってきてね、いろんなことをね、思うわけでございます。はい。でね、それについてね、ちょっとね、いろいろお話ししていきたいなというふうに思っております。で、テーマはね、好きなことで生きていく、これがね、果たしてね、本当にね、簡単なのか難しいのかっていうね、そういったところでございます。はい。というわけでね、まず、ちょっとね、どんなところかをね、一回ね、ご覧いただきましょう。このアストリアパーク、非常にね、素敵なところでございます。ちょっとね、ご覧ください。はい。もうただ単にね、もうこういうね、普通のね、木が生い茂ってるね、のどかな公園でございます。で、このね、上にあるのが、これがね、ロバート F. ケネディブリッジっていうですね、通称 RFK ブリッジと言われている、橋でございます。これをね、抜けていくとね、クイーンズからね、ハーレムに抜けていくね、そういった橋でございますね。で、ここね、ずっと川でございます。はい。この川のね、北側にはね、また別の鉄橋がかかっていて、で、ここにはね、メトロノース、鉄道がね、走ってるところでございます。はい。でね、これをね、ずっとね、 RFK ブリッジ、このね、川を挟んで対岸、こちらでございますね。これがね、もうハーレムでございます。はい。ハーレムのね、北側、ちょっと違う、ハーレムの南側か、これがね、映ってる感じでございますね。はい。はい。こういうね、ちっちゃい公園でございます。はい。そんなにね、大きくないんですけれども、ただね、非常にね、気持ちがいいんですよね、この公園ね。でね、このね、川が流れてるんですけどもね、ここのね、川からね、潮の香りが漂ってきます。はい。というのもね、このイーストリバー、ずっと南に行くとね、海に抜けるわけでございます。そのね、海のね、潮の香りがね、この川からもね、匂ってくると。匂ってくるって言ったらなんか嫌な匂いっぽいだけど、香ってくるって言った方がいいのかね。そんなところでございます。はい。でね、このアストリアパークで何を話するかというとね、そのね、好きなことで生きていくっていうそのね、テーマについてね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。はい。でね、 YouTube 始めてね、もう1年経ちましたね。はい。早かったな。なんかね、そう、この間さ、ほら、スイカのさ、ジュースのさ、1年ご主のリベンジやったでしょ。あれもね、なかなかね、面白かったんですけども、あえてね、一番最初に、作ったね、動画をね、もう一回やってみるっていうね、そこからね、なんか自分のね、成長みたいなものをね、少し感じられたらいいなと思ったんですけど、1年間やってきてね、いろいろ感じるところもあるわけでございます。はい。でね、多分ね、こう皆さんはほとんどの方がね、例えば会社勤めをしているですとか、あとは学生さんだったりすると思います。はい。このね、チャンネルね、もうね、本当にね、ありがたいことに今チャンネル登録者数1530人ぐらい、になったんですよね。1年前ね、始めるときはね、本当にね、右も左も分からずね、ずっとね、始めてきたわけなんですけども、その時ね、やっぱりね、なんて言うんだろう、その前まではね、いろんなことやってたんですよ。本当にね、音楽ももちろんやってたんですけども、いろんな仕事してたわけでございます。はい。でね、一回ね、それをね、全部ね、断ち切ってね、一回自分のね、やりたいことだけをね、やってみようっていうふうに思ったのがちょうどね、1年前なんですよね。そう、中にはね、やりたくないこともいろいろやったんですけどね。そうでね、そのね、好きなことで生きていくっていう、このね、テーマについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、やってみましたよ、1年。で、この YouTube もね、そのうちの一つ、はっきり言ってね。でね、まずね、最初ね、1年をね、期限にしてたんですよ、はっきり言って。で、その1年の間で芽が出なかったらやめようと思ったの。はっきり言ってね。でもね、すごく幸運なことに1年間でね、芽が出たんですよね。芽が出始めた。だって普通に考えても、やっぱね、1500人のね、支持者を得るっていうのは並大抵のことじゃないと思うんですよ。そう、だって今 YouTube のチャンネルって全世界で2300万チャンネルぐらいあるのね。そうで、この間ね、ちょうどね、見てみたらね、今そう、ソーシャルブレードっていう、なんていうの、そのサイトがあって、でその中でね、見てみるとね、なんだってな、190万位ぐらい190万位ってなんだよって感じなんですけども、
まあ上位 10% に入ってるわけですよ。うん、そうだからね、あのたくさんのね、まあ確かにね、もっと大物 YouTuber と言われる人たちはまあね、何十万人、何万人、何十万人、何百万人っていうね、フォロワーがいるんですけども、それでもね1年やってきて超後発組じゃん、はっきり言って。でその中でね、やっぱりね、1500人のね、支持者を得ることがねできたっていうのは本当にで幸せなことだと思うんですよ。うん、はっきり言ってね。それでね、やっぱね、並大抵のことじゃない。うん、でやっぱね、最初は始めるときってね、あのもうみんなね、好きなことでやって、あの生きていきたいというふうに思うはずなんですよ、ね、だってさ、普通に考えても会社勤めってさ、すっごい大変じゃん。僕もやってたから分かるんですよ、うん、だからさ、ね、毎朝さ、ね、毎朝さ、6時とか7時に起きてさ、で9時に、ね、会社に行ってさ、そこからさ、夕方5時まで、で日本だったらさ、もう残業ありきだからさ、もう仕事終わったらもう7時、8時でしょ。でそれを週5でさ、ね、ずっと続けるわけじゃん、はっきり言ってね。うん、だって、ね、例えば9時スタートで夜8時まで、でそこから、ね、満員電車に揺られて家に帰ってさ、もう夜10時ぐらい、ね、晩ご飯食べて寝るとなったらもう11時半でも、そしたらね、もうすぐまた次の日が来て、またその次の同じようにことをさ、ずっとやっていかなきゃいけないわけじゃない。うん、僕もやってきたよ、はっきり言って。うん、でもね、合わなかったんだよね、はっきり言って。私の場合は、うん、おー、なんか虫が飛んでる。そう、それでね、まあいろいろ考えたわけですよ。うん、でぶっちゃけ言うと、だってほら、人生ってさ、一回きりじゃない。で人間の死亡率って 100% なんですよ。そうだ、そうすると人間いつ死ぬか分かんないじゃない。ひょっとしたら今こうやって生きてるけれども、次の日には死んでるかもしれないし、ねえ、なんか何が起こるか分からないじゃない、人間で。うん、ね、もちろんそれってなんか神様が決めてる何か運命みたいなものがあるかもしれないけども、やっぱ人間の人生って一回だし、ね、それに対して、ね、いつ死ぬか分かんない。でこの間ね、っていうかね、その YouTube 始める前に調べたんですけど、それが今なんか他の人がなんかカメラに向かって喋ってるのね、なんかすごいなんか物珍しそうにちょっと見てたんですけど、そう、アメリカでね、アンケートを取ったらしいんですよ。で死ぬ直前 で 95% の人が人生を後悔してるんですよ。そう、 95% ってすごくない？でなんで後悔してるかっていうと、もっとねチャレンジすべきだったとかね、もっと冒険するべきだったって言ってるんですよ。そう、冒険ね、人生の冒険ね。っていうのもほら、人間ってこうやっぱ生きていくためにはお金が必要だし、でそのね、生きていくためのお金を得るためには働くしかない。そう、いや、そうするとね、やっぱ一番最初に思い浮かぶのってやっぱ会社に入って、でその会社勤めをして、でお給料を得て、でそれでね生活をしていく、ね、それをさ、ね、例えば大学出た、25歳からさ、定年までの60歳だから65歳まで、ね、ずっと40年ぐらい続けていくわけじゃない。でその中でもやっぱりやりたいこととかって多分あるはずなんですよ、夢とかね。うん、でそれに対してね、時間をね、大体人生の半分以上をね、多分そこで取られちゃうんですよね。そうだってね、定年退職してさ、やりたいことやるぞと思ったらさ、自分の体力が持たないかもしれないじゃん。うん、その時に本当にやりたいことがそのままできるかさ、多分できないのね。でそれでかといってねじゃ あの会社全部辞めて自分のやりたいことだけやるぜって言ってもね、今この安月給の中さ、貯金も大してないわけじゃん。でその中でやりたいことやっていくっつって、やっぱそれは不安にもなるしね、だって将来わかんないじゃん。でやりたいことやってそれで成功するかどうかもわかんないし、お金が得られるかどうかもわかんない。うん、ね、そういう中でね、こうやって一念発起してみたんですよ。そうで、会社勤めしながらとか、なんか他のことをやりながらこれもやるっていうのはね、まあ多分ね、やってできないことはない。うん、たださ、会社でさ、ずっと働いてさ、疲れて帰ってきてさ、それができる電気があるかって言ったら多分ないのね。うん、だからね、僕の場合はね、一回ね全部やめたんですよ。そう、もうありとあらゆること全部やめて、でそれの中で、一回ね新しいことを始めようと思ったのがこの YouTube の一つ。うん、だからね、とりあえずね1年間限定っていう風にはしたんですよ。うん、でその中で芽が出たら続ける、芽が出なかったら、やめるっていうね。でね、最初のうちはね、自分もね、なんかこう遊びみたいな感じで楽しんでやってたんですよ。うん、ただね、
だんだんね、こうやって嬉しいことにね、あの視聴者さんが増えてきて、でチャンネル登録者が増えてきて、でそうするとね、だんだんね、その好きなことで始めたはずが好きなことじゃなくなってくる。だんだんね、義務になってくる。そう、それは音楽もそうだし、例えばこの YouTube もそうだし、で期待されるでしょ、いろんなことをね。でそうすると期待に応えなきゃいけないっていう、そこでね、義務が一つ生まれるんですよ。そうだからね、そのね、義務に対してね、自分が責任を果たさなきゃいけないってなってくると、例えばこの YouTube も自分にとってはね、大事な仕事だし、でね、でその仕事をこうやってやっていくことがね、だんだんね、作業になってくるの。そうだからね、好きなことで始めたはずが仕事になるとね、好きなことじゃなくなるんですよ。そうだからね、ちょっとね、違うんですよね。だから他のさ、 YouTuber さんとかでね、まあ、チャンネル登録者もっといっぱいいる人でね、ずっと続けてやってるでしょ、何年も何年も。でね、いろんなネタを持ってきてさ、やるでしょ。あれってね、多分ね、死ぬほど大変なことのはずなんですよ。その中にはね、やっぱね、会社勤めで苦しい人がいて、でもちろんわかるんですよ、それは。いろんなストレスがある中で、でね、あの理不尽なこともあるわけじゃん、はっきり言ってね。いや、それに対してさ、耐えながらさ、あの日々の生活を送るためにお金を稼ぐっていうね、でそのね、苦しさもすごくわかるんですけど、だからね、こう YouTube とかね、そういう自分の好きなこと、例えば音楽ももちろんそうだし、他のことでもそう。で、いわゆる会社勤めじゃないなんかこう、ことをやってる人ね、はね、多分ね、もっと苦しいはずなんですよ。うん、だってお金の保証もないし、かといってね、求められたらどんどんやんなきゃいけないし、で、それがね、好きなことのはずがね、どんどんね、作業になってくる。で、ね、新しいものをどんどん生み出さなきゃいけない。そのね、生みの苦しみっていうのはね、多分ね、会社勤め以上なんですよ。うん、で会社勤めだったら行けばもちろんお金になるし、でそうじゃなくってね、いろんな苦しいことは分かるけど、でもとりあえずさ、会社に行ってさ、その日なんとか過ぎればお給料っていう形でお金をもらえるわけじゃん。でも好きなことでやってる、好きなことっていうかね、その別なことをやってるってそうじゃないんですよ。だってお金の保証もない、で将来の保証もない、でいつオワコンになるかもしれないっていうね、ものすごいプレッシャーの中で多分戦ってるんですよね。だからね、それがね、好きなことのはずがいつの間にかね、すごい苦しいことになってる。うん、犬がね、今ね、おしっこしてちゃって、うん、そうだからね、好きなことで生きていくはずがね、だんだんそうじゃなくなるっていうのはね、多分あるんですよ。で、ほら今さ、なんていうの、結構最近減ってきたのかな。ほら、あの子供たちでさ、なりたい職業で、あの YouTuber って上がったらしいじゃん。ね、なんか小学生とかさ、第3位とかに上がったりするしてるらしいんだけど、あれね、私だからね、今の私だから言えるけど、はっきり言ってね、やめさせた方がいいね。うん、いや、なんだかんだ言って自分が今こうやって言ってるのも、あのね、 YouTube やりながらね、こういうふうに言ってるのもおかしな話なんですけど、でもね、子供たちにはね、絶対ね、まっとうな道をね、行かせた方がいいと思う。うん、でもね、まっとうな道って言って、でもね、やりたいことがあるんだったら、やってみたいことがあるんだったら、全部やった方がいいし、っていうのもね、人生後悔したくないじゃん。うん、で人間いつ死ぬか分かんないでしょ。でその死ぬ時になって、もっとね、こんなことやっときゃよかったっていうふうに思うかもしれないじゃん。だからね、多分ね、やらないで後悔するよりは、やって後悔した方がね、自分が納得できるはずなんですよね。うん、面白いでしょ、この考え方ね。うん、だからね、一度ね、僕もやってみたかったんですよ、こういうこと。うん、でほら、表に立つ人間でしょ、ね、音楽ももちろんやってるしね、こうやって、ね、YouTube ももちろんやってるわけだし、そうだからね、そう、なんて言うんだろうね、成功するかしないかは分かんない、それはね、やってみたいと分かんないんですけど、でもね、ただやり続ければなんとかなるとは僕は思うんですよ。うん、もちろんね、その中でいろんな勉強しなきゃいけないことっていうのはもちろんあるんですけど、うん、ただね、その中で自分が努力できる、継続する努力と、新しいものを生み出す努力と、改善していく努力、うん、ってもちろんあって、で僕はね、それをね、いろんな人を見ましたよ、もちろん。でどうやったらいいかなってね、いろんなことを考えてね、で今の私があるわけですよね。いろんなことやってみたしさ、ね、最初本当どうなることかと思ったよ、ね、だってゼロからのスタートでしょ。で約1年かかってね、1500人のね、チャンネル登録者がこう出てきたわけですよ。本当にね、皆さんにはね、感謝してるんですけど、ただね、何が言いたいかっていうとね、とりあえずやりたいことがあるんだったらやってみた方がいい。そうで、ね、例えばほら、疲れてるからだとか、あとはいろんなことはね、あるじゃない。やっぱ会社勤めしてりゃ疲れるしさ、学校行ってりゃ疲れるしさ、でもその中で
やりたいこだからやりたいことができないっていう風に言ってるのは多分言い訳なのね、うん、だったら全部やめてでも一回やってみればと思うんですよ、うん、でやって失敗したらまたやり直せばいいじゃんってね。だから日本のさ、その悪しき習慣かもしれないけど、ほらなんかずっと働き続けなきゃいけないみたいなのあるでしょ。で1年間空白が空いたらこの1年何やってたんですかとかっていうさ、いいじゃん別にってね、自分磨きだよっつってさね。だからなんて言うんだろう、特にねこのアメリカにいて思うのは、人間こういろいろやっぱ働いてる人いっぱいいるよ。 99% の人が仕事してます。はい、でね、アメリカでね働くってね、仕事をする意味ってね、人生を豊かにするために働くんですよ。日本って逆じゃん。で生きるために働くでしょ、うん、でもねアメリカってね、人生を豊かにするために働いてるんですよ。だからね、自分のプライベートの時間すごいしっかりするし、ね、仕事の後の飲み会とかってまずないし、日本人ぐらいですよはっきり言って、そんなことやってんの、うん、だからさ、なんて言うんだろうね、うん、だからみんなね、自分の人生を豊かにするために働いてるんですよ。そう、でも生きていくためにはお金が必要。でもそのためには働かなきゃいけない、うん、だからといってね、それを言い訳にして自分のやりたいことができませんっていうのは、多分それは違う話、うん、ね、まあ人間の人生80年って言われてるけど、ね、今だからこそできないことって多分あるはずなんですよ。それでね、一回ね、そういうのをね考えてみた方がいいかもしれないなっていうふうに思って、で1年やってきたでしょ。でなんとかね、皆さんのおかげもあって、1500人のフォロワーを得ることができたんですけれども、これからも多分続けていきます。はい、っていうのもね、皆さんにねやっぱ伝えたいことっていうのいっぱいあるんですよ。で特にこのアメリカにいて、で他の人とは違うね、いろんな視点をやっぱり学んでるんですよね。うん、アメリカで生きていくってことももちろんそうだし、音楽のことももちろんそうだし、やっぱね特に感じるのはね、日本人ってすっごい真面目、うん、だから真面目すぎてね、逆にね大事なことを忘れてる、うん、なんかそういう気がするんですよね。だからそういったところを私なりのね、視点でねこう伝えていければいいなというふうには思っております。まあもちろんね、いろんなバカなことはやってますよね、いろんな料理動画も作ってるし、なんか結構アホなこともやってるし、でもねこのねニューヨークにいるからこそ知ってることとかできることとか、であと皆さんにねお伝えできること、多分ね人間のね運命、人間の人生ってねそれぞれ役割があるんですよ、絶対何かしらある、うん、でね多分ね私の役割はそのね、皆さんにどんな形でもいい、例えば音楽を通してでもいいし、こうやってね動画を通じてでもいいんですけど、伝えていくことじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、うん、だからねほらみんなさだ、ね、例えば他のサックス奏者にしてももちろんそうだし、ね、音楽家にしてもそうだけど、例えば YouTube で動画作ってるじゃん、でレッスンみたいなことやってるでしょ。でもそれってさ、ごく当たり前のことなんで、誰でも学べることなん、うん、ね、でもさそういうところじゃなくて人生から学ぶことって絶対あるはずなんですよ。そうだからね、そういったものをね私なりの視点で、私なりの感じたものでね、皆さんにねお伝えしていければいいなというふうに思います。まあ真面目な話ばっかりだとさ、はっきり言って面白くないでしょ。だからね、まあ時々ね、まあ笑っていただけるようなね、そういったね面白いこともやりながらね、いろいろ伝えていければいいなというふうに思っております。はい、というわけで、このね、1年間やってまいりました、でフォロワー1500人になりました。でやっと目が出始めました。これはね本当に嬉しいことなので、まあ、これからもね続けてね YouTube でいろんなことをね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、というわけでね、これからもぜひこのチャンネルね、よろしくお願いいたします。まあ好きなことでね生きていくのは大変です。でその好きなことがだんだん違ってくるというのはあるんですけど、それでもね、皆さんにこういいことをお伝えしたいということをやっぱり、ね、思いがあるの でそれをね、基本的なねベースとしてね、これからもね動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。